アントニン・ハイエクは、チェコ共和国、リベレツ州、フリードラント出身のスキージャンプ選手。ハイエクは、ハラホフで育ち、5歳から、スキージャンプをはじめ、VK デュークラ・リベレッジで、薬部ロ郎テクから指導を受けた。2004年1月10日に行われた地元リベレツの、ラージヒルで、スキージャンプワールドカップにデビュー、45位となった。翌日の試合は35位だった。 2005年ノルディックスキー世界選手権代表に抜擢されラージヒル30位となった。2006年トリノオリンピック直前にヘルニアに罹患してオリンピック出場はならなかった。2006年夏のスキージャンプサマーグランプリ白馬大会では2試合続けて3位入賞2007年3月11日のラハティ大会でそれまでの自己最高6位となった。 2008年4月にハイエクは交通事故で内臓を損傷し、生死に関わるほどの重傷を負った。2009年8月にようやく競技会に復帰し、2010年1月9日のバートミッテルンドルフのフライングでワールドカップに復帰、自己最高位の4位となった。さらに翌週札幌で行われたラージヒルで再び自己最高の4位となるなど好成績を上げて、 バンクーバーオリンピック代表に選ばれた。オリンピックではノーマルヒル21位、ラージヒルでは7位入賞を果たした。団体戦は7位だった。同年3月にプラニッツァで行われたスキーフライング世界選手権では当時歴代3位となる236.0メートルを記録した。このシーズンのワールドカップ総合では自己最高位の23位となった。 翌シーズンから不調に陥り、スキージャンプコンチネンタルカップでは時折上位に入る、もののワールドカップではポイントが取れないシーズンが続いた。2012年のチェコ選手権、ラージヒルでは優勝したが、ワールドカップでは2013年2月3日にようやく、3シーズンぶりにポイントを獲得した。2014年ソチオリンピックでは、ラージヒル28位、団体では7位となった。 ありがとうございます。